ないんだから。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。今日、もう最高、立ち上がりから最高です。橋岡大樹選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、本当に嬉しいな、俺。まあまあ、岩波とかとも仲いいからさ、やっぱり浦和レッズのこととかも調べてて、若手ですげえの出てきたなと。いや、マジっすか。サッカー以外でな。サッカー以外かい。サッカー以外っすか。じゃなくて、サッカーじゃないっすか。サッカーじゃない。サッカーもすごいよ、だって、もうだってさ、それこそさ、ジュニアユースから浦和レッズでしょ？そうですね、ジュニアユースはずっと浦和レッズです。で、それでさ、実際その、プロになれるなって思ったタイミングはいつないや、俺、これ正直、本当の？に、プロを意識したのは、多分高校1年生とかの時ですかね。あ、けどもう高1で意識できたんだ、それは。それ結構早い方だったっすか。だいぶ 早なんいかでよ。も、いや、なんか、中学校の時とかは、なんか正直、サッカーを楽しむっていうか、サッカー頑張るっていうことだけだったんですけど、フォワードだったなよんね、か、小学校の時はね。フォワードとかボランチとかやってましたよ。そう、それで、で、ジュニアユース。ジュニアユースの時はもう楽しむ、そして、まあ、頑張るっていうことだけだったんですけど、もう高校に入ってから、なんか、俺、もしかしたらプロに行けるかもしれないなっていうのを思い始めてきたんですよ。まあ、そんな甘くないって分かってましたけど、なんか、トップの練習とかも、キャンプとかも参加するようになって、もしかしたらここでできるかもしれないっていうふうには思ってました。ポそっジかシら、ョンはいつ変わったの？でも、そうですね、小学校とかはずっとフォワードとかやってたんですけど、中学校入ったタイミングで、ディフェンスやってみろっていうふうに言われて、で、そこからセンターバックやらせてもらって、そこからなんか、ナショナルトレセンとか、ディフェンスで入るようになって、でもそれでも、まだボランチとかやらせてもらってたんですよ。でも全然できない、下手くそだから、全然できないんですよ。ボランチタイプじゃないなって思いましたもん、そこで。だから、そこでちゃんとけじめつけれたんだ。けじめつきました、俺はやっぱボランチではないなと思って。で、ディフェンスならプロになれるぞと。そうっすね、なんか本当に俺、その時からヘディングも、体重もめちゃめちゃ強かったんですよ、自分でも言うのはあれなんですけど。そうだけど、対人は確かに自信持ってやってるイメージ。いや、そうっすね、もう自信も満々でやってるんで、もうそこは。自信満々なの？自信満々っすね、そこは。そえ、こは。何？な、ど、ど、何を、何をあれや、あの、心がけてんの？自分の中で。1対1とかの時ってことですマッか？チアップ、相手との駆け引きとか、そういうの。俺、これ結構いろんなところでも言ってるんですけど、相手の、なんか結構ディフェンスの人はボールとか見るじゃないですか。でも俺、ディフェンスの時に相手の胸ら辺見るんですよ。わ、変態のパターンね。変態ディフェンスのパターンね。ちょっと待ってください。なんか岩波武君から来てますよ、コメント。岩波来た。橋岡とお豆さんの対談、蹴飛ばしたのかい、別。誰がお豆さんや、お前。本蹴飛当ばしたのかい。だ。あれ？枝豆さんだ。誰が枝豆さんや、お前。お前。誰が枝豆さんや、お前。いや。そうですね。まあ、その時胸、は、ここ。相手の胸。そうですね。なん嫌だね、か、俺、変態ディフェンスだ、それ嫌だったもん、俺も見られるの。本当っすか？なんかどこ見てんの、こいつと思って、本当っそうすいうやついたら気持ち悪いと思ってたいつも。でもなんか、俺の考え的にはですけど、まあ、ボールがどっか行ったとしても、最終的に相手の体を抑えちゃえば、勝ちじゃないですか。相手のもち体ろの前に入っちゃえば、もう結局ボールまでいけないんだからっん。ていう、もちろん、もちろん、ボール的関な係考ない。えなんですよ。その考えでちょっとやってみようかなって思ったら、結構、うまくいったっていう感じですじゃあさ、合コンで女の子とマッチアップしたらどこ見んの？ね。合コンで女の子とマッチアップしたら、とりあえず体を抑える。お前、やめとけ、お前、捕まれ、お前は。なるほどね。そう、危なくないよ、アウトよ、アウト。危ない。アウト。セーフじゃあ、ないでなするか。ほどね。胸を見ても、相手の動きに合わせて、合コンはマッチアップするんだ。なるほそうど。ですね。合コンもして胸を見てっていう。
アウト。あれさ、それさ、いつからそれやってんの、そのディフェンス。え、合コンのじゃないですよね。合コンじゃねえよ。違いますよね。いつからそのディフェンスしてんの。そのディフェンスは中学校2年生の時からですかね。あ、え、なんかきっかけあったの、それをやるようになった。いや、なんか俺、その時にあの中学校の時とかにそのディフェンスやってみろって言われて、であんまり、なんて言うんだろう、まあ、意識してやることがなかったんですよ、ディフェンスに対して、何やるとかなかったんですよ、うん、だから、なんかちょっとディフェンスも、でもなんか勝てちゃうみたいな。なるほど。でも、なんか中学校2年生の時に上に上がったんですよ、中学校3年生で、そしたら、抜かれることが結構多くなってきちゃって、体感の差もあったし、で、なんで、そこからちょっと、じゃあ何か変えてみようってなった時に、あの、ボールだけ見てたら、あ、ダメだ、ボールの目線かなと思って胸を見てみたら、なんか、うまくフィットして、そこからもう、本当に中学校2年生の時の3年生、上のところに入っても全然負けないし、で、中学校3年生の時にもユースでやってたんですよ、高校3年生の方で。で、そこでも最近負けなかったんで、そこからすごい、自信つきましたね。いや、けどさ、中学校の時にさ、それ自分でちゃんと考えてさ、その打開策を見つけるって、はいはい、やっぱりそのサッカー IQ の高さと、はい、その、なんだろう、自分と向き合えてたのは多分向き合えてたんだよな、そこしっかり。どうなんですかね、でもなんか決して自分ではサッカー IQ 高いと思ってないですけど、なんかでも、なんか考える、なんかこれがダメだったどうしようとかって考えるのはなんかやってますね、結構自分の中でも。それで言ったらね、あの岩波拓から垂れ込みあって、はいはいはい、あの良くないプレーをした試合の後は大体試合後に泣いてるってそのあれ、いや、あの、それね、あんまりね、恥ずかしいんですよ、それ、なんか。え、悔しくて泣いてんの？いや、なんかその、ね、なんか僕が1年目の時に、なんか僕がもう迷惑かけまくってっていう、なんか自分がミスしまくって、あの、まあ、負けちゃった試合があって、もうそれがすごい自分の中では悔しくて悔しくてしょうがなくて、でも、その時にいたあのコーチに、あの、いや、お前こんなんで泣くなよって言われたんですよ。なんか、まだまだできるだろうみたいな。悔しくて泣くんだったらもっと頑張って泣ける。頑張ってから泣くみたいなって言われて、で、まだまだお前の力は泣けるようなもんじゃないっていうふうに言われたんですよ。あ、なるほどね。お前泣いてるレベルじゃねえぞと。泣いてるレベルじゃないぞって言われて、ああ、で、俺はその時に人前では絶対に泣かないようにしようって、もう、絶対に悔しくてもこらえるようにしようってなってたんですけど、それでもやっぱ悔しくて、負けちゃった、負けちゃった時に、自分のミスで負けちゃった時に、泣いてたんですよ。それを、拓哉君はいつも見てるんですよ。それをね、笑いながら、お前泣くなよ、みたいな。そういうなんか、茶化してくる感じなんですよ。で、それをなんか多分、毎回言わない拓哉君に見られてるから、ちょっとね、恥ずかしいなっていうのはあるんですけど。もうね、一回タクにそういうとこ見せたら、はい、もう絶対永遠にそういう上げ足を取ってくるよ。いや、そうなんですよ、ほんとなんか食い込んでくるんですよ。はい、天才だから、そういうの。ほんと天才っすよね。うん、あのね、ほんとそんぐらいね、はい、そんぐらいサッカーのことも一生懸命やってたらね、岩波もね、世界に出てる。サッカーよりそっちの方が一生懸命やってる。あいつ、人のことバカにすることしか考えてないから。とはいえ、岩波拓もユースの時にトップの練習試合とか出た時、はいはい、もうみんなからボロカス言われてたよ。え？マジっすか？もう、お前のせいで負けたってみんなから言われてたし、試合中も、もう、はい、おめえ何やってんだよってずっと言われてた。え、あの拓也くんがですか？そうだよ、言われてたよ。だからバスとかも超孤独だった。ああ、森脇も来てくれたね、森脇も。いや、森くん！わあ、大輝くんかっこいいって。いやー、森くん、分かってますね、森くん。ね、でもね、森くんはね、多分俺のこと結構好きなんですよね。いや、結構好きよ。だって、タレコミもくれてるもん。でもね、俺、森くん、なんか、森くんってマジで愛されキャラじゃないですか。愛されキャラだな。
なんかね、俺そういう、なんか森くんのそのキャラってね、すごいいいなと、あ、なりたいと思わないですよ、そういうのは。森くんみたいになりたいと思わないですけど、全く。あ、決して森くんみたいになりたくないんだ。全くなりたいと思わないです。ちょっとうるさい、ちょっとうるさいって。ちょっとうるさいって。あのね、じゃあ、あの、森脇からもらってるタレコミいきます。いきますね。はい。鏡の前に立って、はい。自分はなんでこんなかっこいいんだと言いながら1時間過ごしてた。おい、盛りすぎ盛りすぎ、それはやばいって森くん。1時間何鏡の前で何裸になってなんか1時間俺かっこいいなって言ってたんでしょ。やってない、やってないです、やってない。え、なんかなんで、うん、あの風呂上がり、クラブハウスで風呂上がりあるじゃないですか。うん、なんか大体森くんとなんか一緒なんですよ、髪の毛乾かす時とか。なんかわかんないですけど。ああ。で、それであのなんか俺が髪の毛乾かしてると森くんが、いやーかっこいいね足岡くんとかなんか言ってくるんですよ。で、50分だったじゃないですよ。50分だったって、ごめんごめん。今10分はかかんない、5分で終わりますよそんな。で、なんかそれでなんかね。なんか言わせてくるんですよ、その、いや、なんかいつもの言ってくるんじゃないのみたいな雰囲気出してきて、いや、なんでこんなかっこいいんだろうみたいな、なんかノリがあるんですよね、そのノリが。だからそれでやってんのに、タレコミしやがって、森脇。もう完全にそれこそな、誘ってんじゃんな。誘ってんじゃん、わかる。なあ、完全に誘ってんじゃんな、あいつな。わかる。わかってないでしょ。ちなみになんか、はい、あのクラブハウスの風呂場での話はちょっと言えませんっていうタレコミ。いや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 。いやおい、そんなとこまでタレコミしてるんですか。してるよね。これはちょっと言えねえなと思って言ってもいいんだけどさ、別に。いや、だど俺は言えないから。ダメだよ。ダメだ。言えねえよ絶対。ダメです。ダメダメダメ。危ない。あのもう風呂場特有のねノリがあるからね。誘われた。ほら、森誘われたって。誘ってんじゃん森。いいねいいね。いやそれこそさ、じゃあさ、ジュニアユースの時とかさ、その、はいはいはい、プロ意識しながらやってたと思うんだけど、はい、あのなんかレッツにその憧れの選手とかずっといたの？うわこの人かっこいいとか すげえとか。ああいましたね。はい。え、その選手と実際プロで一緒になったの？なってない？いやなってないんですよそれが。どれ？なんか。僕が小学校1年生くらいの時に見てたんですけど、うんうん、トゥーリオ選手。あー、トゥーさんな。なんかあの、熱い感じとか、わかる。あの、なんて言うんだろう、やっぱり攻撃で点も決めるし、うんうん、森脇怒ってる。ごめん、森脇怒ってるよ。森ちゃん、まあ、森脇様なって。もう無視しましょう。だから、憧れの選手は決して森脇じゃなく、トゥーリオね。そう、あの憧れの選手は森脇じゃなくてトゥーリオさんです。あの熱い感じと、はい、エアバトル。やっぱりあのなんて言うんだろう、守備の時とかも本当に体張るような感じとか、うんうん、なんか俺そういうのがめちゃくちゃ好きなんですよ。見ててなんかすごいこっちまで熱くなるようなプレーっていうのが、うんうんうん、なんかそういうのに憧れてて、うん、なんて言うんだろう、トゥーリオ選手がすごいあの憧れでした。え、トゥーリオの存在っていうのは魔人ブーから見てどういう感じなの？そうだね。おいサタン、そのチョコうまいのか？トゥーリオめちゃめちゃかっこいい。これ難しいって。来ると思わなかったわ。すごいな。本当にすごいな。いや、ね、いや俺同じフレーズしか言えないんですよ。いや。けど、これ振られてこれ行くって浦和レッズものすげえ人材を今もうすごい人材手に入れてんな。いや、ダメダメだね。すごいぞ。うん、もっとクオリティ高めないといけないなって思いました。でも、うん、あ、そこのこだわりもしっかり持ってんだ。サッカーもそうだけど、こっちのクオリティも高めないといけないと、はい、そうそう。いや、そういう意味では、やっぱ浦和レッズってエンターテインメント性高いやつとか、やっぱ派手な選手多いから。いやー、そうかもしんないですね。そういうとこをすごい、なんだろう、多分大輝の中で尊敬してるというか、なんか、
目指すべきところあるんだ。あ、もう森お休みって来てるから一応どうする、お休みって言っとく大輝。ああ、まあ言っときますか、森お休み、うん、軽いな、いいねいいねいいねいや森くん行っちゃうか寂しいな嘘つけよ、無視しよう、言っとったやないかえ、ちなみにさ、今一番可愛がってもらってる先輩とかいるの？でも一番っていうか、うん、僕なんか結構先輩とか好きなんですよね、なんか自分の中では、うん、うん、先輩どう思ってるか分かんないですけど、うん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 、結構先輩となんかいろいろ話したりするのもめちゃくちゃ好きで、うんうん、で一番可愛がってもらってるっていうのはちょっと難しいんですけど、うん、まあ、うん、まあ一番はいないですけど、あ、じゃあさ、じゃあこうしよう、森脇と岩波に誘われたらどっちの食事行く？いやもうダントツで岩波選手ですよはいえ、じゃあ、え、森脇と興梠選手だったらどっち行く？いや、それは森脇選手ですねいや、怖い怖い、興梠選手怖いあ、え、怖いの？いやいや、そうそうそう、でもね、それもエピソードというか、うん、エピソードじゃないですけど、うん、初めの年にすごい、うん、おい、まだ森君起きてたんかい寝なさいでもね、そうそうそう、それで、うん、興梠選手はやっぱなんかすごい自分の世界を持ってるなっていうイメージだったんですよ、プロ入る前から、うんうんうん、で、それでもうすごい興梠選手怖いなと思ったんですけど、うん、1年目はでもやっぱ2年目とか、それこそ今年とかなんかすごい話しやすくて今は、うんうん、だから結構興梠選手のなんか笑顔を見るとなんかなんて言うんだろう、うわ嬉しいなってこっちがなる感じっていうんですか、なんか笑ってくれたみたいな、なんかそれがすごい嬉しいんですよ、なんか可愛いなえ、なんか俺で笑ってくれたみたいな、うん、それこそ岩波がね言ってたのが、はい、大輝がそのクロス上手くなっていると思いきや本当は、はい、心臓が大輝のクロスに合わせてくれているだけだとだから別にお前クロス上手くなってないよっていうのは言ってたわ。そうですね、でもそれはもう岩波選手本人から言われてます、はい、でもね俺の中ではなんかすごいあクロス上手くなったのかもって自分の中で思ってたんですよ。でも試合見返すとあこれ志賀さんが上手いだけだなっていうな、うん、でもね、たまにいいボールは行くんですよ、自分でも。全然。おおお。たまに。でも、基本、新郎さんが合わせてくれてるなっていう。え、けどさ、中にそういう、はい、ああいうさ、身長高くないけど、すごい相手の裏取るのとかうまかったりするじゃん、新郎とか。はいはいはい、はい。やっぱ、ああいう選手いたら、クロスって上げやすいじゃん。いや、もうめちゃめちゃ上げやすいです。だって、中見てないですもん、正直。なんか、もう、あ、最初にこの辺で蹴っとけばいいかなと思ってとりあえず蹴るじゃないですか、うん、そしたらなんか心臓さんが合わせてくれてるみたいな、うん、まあもちろん狙ってる時もありますけどね。あ、狙ってる時もあるけど、はい、10本に9本は適当に蹴ってるってことやな。そういうことです、そういうことです10分の9は適当です。え、それこそさ試合結構その1年目から出たじゃん、はい、しっかり、はい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 、それどうなの、自分の中で出れると思ってたの？いや、正直お甘い考えだったんですけど、お高校3年生の時に、うん、キャンプとか行ったりして、うん、でプロ1年目入った時にあ、うん、俺、まあ、1年目のすぐ出れるだろうっていう正直思ってたんですよ。おお、甘い考えかもしれない、なんかでなんとか出れるだろうなって思ってたんですよね、自分の中で。でもやっぱりプロ入ってみたらもう全くやっぱ別次元というか、スピード感も違う、フィジカルも違う、で、技術の高さも違うってなった時に、あ、俺絶対このままじゃ試合には出れねえわって思って、おで、その時に自分の同期の荻原、うん、うん、はい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 、の方が先に試合に出たんですよ。うん、うん、で、それがもうものすごく自分の中ではやっぱり刺激されて、うん、うん、で、あ、このままじゃダメだと思って、うん、で、うん、そこからもうね、もちろん練習に向かう態度も全くもう思いっきり先輩とか関係なく思いっきり削ってやろうっていう気持ちでやってて、おで思いっきりガツガツ
って、うん、まずは自分の得意な守備からやってやろうって思って、うんうんうん、でそしたらまあ、外国人選手に3人くらいにキレられたんですけど、うん、お前こっちなんだよ、うん、今度は来るねみたいな。でも俺はそれが逆に嬉しくて、あ、やった、こいつにそういう風に思われたみたいな、そういう気持ちでやってて、でそしたらまあ、監督も変わって、出場機会をもらって、で徐々に試合に出る、回数も多くなってきたっていう感じなんですけど。え、それこそあのスタジアムすごいじゃん、浦和の。はい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 。あれはさ、最初出た時とか怖くなんなかった？いや、俺それが、うん、なんかもう怖いっていうよりも、うん、なんかとりあえずがむしゃらにやるしかないっていう気持ちだったんですよ。あ、もうやるしかねえんだと。もうとりあえず走って思いっきりタックルして戦うしかねえなっていう気持ちだったんですよね。だからもう怖いとかっていうイメージじゃなかったです。もう必死なだけだったんで。なるほどな。いやけどそれはすごいわ。やっぱ俺初めてサイスター行った時とかやっぱ、はい、すごい熱感じたから。そうっすよね、うん、確かに。そもそもさ、はい、俺ヴィッセル神戸だったから。はいはいはい、浦和レッズとやるとき当時はそのヴィッセル神戸のサポーターより浦和レッズのサポーターの方が多いじゃんって思うぐらいの。そうですよね。あっ、ヴィッセルのホームでもなんかそんな感じですもんね。そう、色も似てるし、言ったら。そうですよね、はいはいはい、うん、俺ちなみに浦和レッズ戦残り 6分出たら A 契約になるタイミングで、はいはい、浦和レッズ戦迎えてスタメンで、はいはい、ウォーミングアップでヒールキックして肉離れして出れなくなった。だからすごい俺浦和レッズに勝手に恨みがあるのよ。浦和レッズのサポーターとかが、はい、もう圧がすごいから、あ、やっぱ俺もテンション上がっちゃって、はいはい、普段その練習で一回もしたことないヒールキックして肉離れしたから。あれはマジ浦和レッズのせいだと思ってます今でも。多分浦和レッズサポーターに叩かれまくりますよそれ。このライブ見てる人に。いやいや、けどそんぐらい俺テンション上がったの覚えてるから、あれを本当のホームで、しかもその高卒1年目のルーキーが感じるっていうのは、あ、背中を押されるというよりも緊張が勝つのかなってすごい思ってたから。あ、そうっすね。なんかでも僕は結構そういうのが強いかもしれないです。なんかもうそういうとこで前に出たいっていうなんか感じなんですよ。その見られたいみたいな。なんかだから、うん、自分のプレーしたときに、あ、このプレーしてすごいでしょみたいな。で、ちっちゃなことでも、あ、これできた、俺これできたよみたいな。なんか、うん、なんて言うんだろう。わかる。いいのか悪いのか分かんないですけど、いやいや、なんかそういう、うん、感じのとこがあって。いや、それめちゃくちゃいいことよ。だって、その、やっぱり、その、はい、まずね、目立つっていうのとか、はいはいはい、注目されたいっていう欲は、俺絶対にサッカー選手いると思うし。はい、いやいや、そうっすね、それは、はい。うん。やっぱそれこそさ、それ、サッカー以外のとこでもさ、そんだけその自分で、なんだろ、いろんなことできるじゃん。振られても戦うし。はい。確かに。その、本当にさっき言ったけど、浦和レッズが、この、大輝をその抱えてるっていうのは、ものすげえ、なんだろ、チームとしての宝を俺一個見つけて、ごめんけど、俺が宝って言ってもあれだけど、俺はい、ファン観要員だったから、ヴィッセル神戸の時に。YouTube で見てました。そう、そういう意味でも、チームはある意味、その、試合も出れる。いや、戦える、はいはい。で、試合も戦えるし、ファン観も戦えるって、こんなね、貴重な人材いないのよ。なんかすげえ嬉しいな、褒められて、でも。でも確かに、その、なんていうの、うん、チームにやっぱり、まあ、浦和レッズって言ったらもう有名なムードメーカーがいるわけじゃないですか、牧野選手っていうね、うん、でもそういう人ってやっぱり、うん、なんていうんだろう、そういう人がやっぱチームのムードメーカーが、まあ、ピッシリしたとき、試合に向かってやるぞってなったときは、うん、やっぱりチームっていうのも、あ、この人やってる、やらないとっていう気持ちにもなると思うんですよ、なんか、うんうんうん、まあ、この人がやってるんだったらいつもなんかおちゃらけてるけど、この人がちゃんとやってるときはもうやんないとなっていう雰囲気になるっていうのが、うん、なんかそういうとこもムードメーカーのなんかすごいいいところでもあるのかなと思うんですよね、うん、なんか、うんうんうん、いや、そういう意味ではじゃあやっぱりそういう人間が近くいるといいな。いや、そうっすね、なんかそういうなんかいい意味です、
すごい刺激されてますね、やっぱりなんか。なるほど。いや、いやいや、そうか。じゃあちょっとなんかいい話になってきちゃったからつまんねえから垂れ込み行くか。お、垂れ込み多いな。垂れ込みめっちゃ来てる。めっちゃ来てるし、やっぱやっぱそれあの目立ってるから垂れ込みされるんでよかったな。いくよ。じゃあまず模擬集、昨日紹介してくれた模擬集から。はい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 。まずまあモノマネのレパートリーが多いっていうのは言ってくれて、はいはいはい、あとその最近ね、どうやら、はい、あのお金を稼ぎ出したこともあり、はい、ちょっとなんかそういう面でだいぶ調子に乗ってきたと。はい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 。なんかそのさあれなんかうわこれ欲しかって買えたとか、ちょっと買うときに緊張したものとかあんの？いや、あの僕はなんか自分で決めてて、あの高校、うん、あ高校じゃないや、うん、プロ1年目の時に、うん、あの A 契約になったら、うん、すごいあの欲しいものがあったから、それが、うん、あのヴィトンのバッグなんですけど、うん、ね、うん、よくみんな買うようなサッカー選手みたいなのあるじゃない、うん、あのバッグがあのあここになったら買おうって決めてて、それがプロの A 契約だったんですよね、うん、でそれがまあ自分その時当時はもうすごい高かったんで、まあ、今ももちろん高いですけど、うんうんうん、それがやっぱ、まあ、もちろん A 契約になったからとはいえ、買うときはもう、まあ、友達と言ったんですけど、うわどうしようどうしようみたいな、これがいいんだけどちょっと高いからこっちにしようかな、うわこっちにしようかなとか、なんかもうすげえ迷って、多分ヴィトンの店にリアルに2時間くらいいました。え、それはけどそのうちの1時間は鏡見て、俺なんでこんなかっこいいんだ。そうそうそう、違うわ違うわ違うわ、見てないわ、そんなそんなナルシストじゃないっすよ。あ、なるほど、ね、それで結局そのいい方を買ったんだ。そうっすね、その自分がもともと欲しかった方なんですけど、うん、まあでもね、それがちょっと自分の中では高いなと思ったんで、うわこっちに安い方にしようかなって葛藤した結果、まあちょっと高い方買っちゃったんですけど。あ、いいじゃんいいじゃん、けどまあ嬉しいね、そういうの買えるのね。なんか自分の中でこれをやったら買おうとか、そういうのはまあ結構決めてて。ああいいね。ちなみにこの垂れ込みくれた模擬集は、はい、古着を頑張って買ってるって言ってましたよ。いやーなんかそんな感じしないんですけどね。なんか模擬なんかね、模擬に関してはね、そういう風になんか世間体から見せてますけど、多分違いますよ。なんか俺結構ヴィトンのバッグとか持ってるの知ってますからね、模擬集。垂れ込んだのに逆に垂れ込まれるって。いや逆に垂れ込みますよそれは。なんか服とか古着とか言ってますけど、結構高いのとか持ってますよ。バレンシアガとか。やばい、模擬ごめん、こんなことになるとは思わなかった、ごめんね。そしてね、小川光輝ですよ、はい、小川光輝。はい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 、なんかお酒を飲んだ時にすぐ酔ったふりをすると、はい、ちょっと待って、そんな、ちょっと待って、いやなんかね、うん、弱い弱い、いやなんか弱い、うん、あの僕そのなんて言うんだろう、まあお酒は飲むんですけど、うん、でもまあ飲む時ってあの小川くんとか、うんうん、まあそういう時があのあるんですけど、うんうん、なんかまあ光輝くんと大体飲むと、まああのなんて言うんだろう、結構光輝くんはお酒強いんで、うんうんうん、なんか飲むことも多いんですよ、光輝くん、なんだろう、量的に。だから、うん、俺はもういいやっていうことで酔ったふりして飲まないっていう。で俺お酒好きじゃないんですよ全然。じゃあ飲むな、飲まんくていい。でなんかね、そのでもその飲む時って大体そのなんだろう、小川くんとか、まあ、うん、そのなんて言うんだろう、もう本当になんだろう、全然行く機会は多くないんですけど、行ったらやっぱりそのオフ期間とかやっぱたまにはあのちょっとね、リラックスしたい時とかに行くんですけど、でその時とかはなんか小川くんはもうウキウキしてるんですよね、多分やる前から。その俺らと飲む前からなんかすごい、だからお前飲めよ飲めよとかなんかいっぱい飲まされるんですけど、俺はもうお酒ちょっとあの弱いんでっていう感じを出さずにで、酔ったふりするんだ。まあ、ちょっと飲んだふりして酔ったふりするみたいな。かわいいな、ちなみに大輝、はい、俺マジで酒全然飲めないから。え
この顔して飲めないですか。嘘でしょ。本当にこの顔で全然飲めない。あの大必勝法教えてるわ。必勝法なんすか。もうね、行きつけのバーを作っといて、はいはいはい、いつものって言ったら、はい、左右が出てくるシステムにしろ。そういうことっすね。おこれ、はいはい、もう必勝、はいはいはい。俺のやり口、これは。そういうことっすね。もうそれめちゃくちゃいいかもしれないですね。俺だって、いやいや、絶対飲んでると思われます。絶対その日本酒とか強いの飲んでるんだろうなって、一生酔わないから、俺。一生酔わない。だからめっちゃ強いってような噂になってる。そうそう。で、お腹はタポタポになってる。いや、でも、ガッツさんはいいかもしれないですけど、うん、俺は別に飲んでる、なんつうんだろうな、その、こういうことをしちゃってるから、お前どうせまた飲んでないんだよ、うん、違うのだろとか言って飲まれるんですよね。ああめんどくせえな、あいつめんどくせえな。あーめんどくさいっすわ、小川。あもうやめよ、付き合うのやめよ、あいつは。やめときますわ。あとはやっぱり、髪の毛のセットに50分はかけるとは言ってます。いやなんかね、それもね、あの何なの、やばいな、俺やばいやつっすね。トータルしたら結構やばいよ。だって1時間それこそ鏡の前でかっこいいって言って、その後50分セットするんでしょ。じゃあトータル1時間50分ってことか。そうよ。だからもしかしたら、ビトンいる時間もそれで使ったっていう感じですよ。それほとんど使ったから、残りの10分で選んだかもしれない。いやいやいや、いや、あのね、なんかすごいやっぱりナルシストって、なんかそのね、まあふざけて言われるんですけど、うんうん、なんていうんだろう、その、やっぱキャラ的な。なんかキャラをなんかこういうふうに言うのも恥ずかしいんですけど、なんかそのなんて言うんだろう、やっぱそのあこういうふうにした方が面白いなとか、なんか面白いだろうなっていうので、やっぱなんか50分とか言っちゃうんですよ。本当はですけど1時間半ぐらいかかってんすよ。腹立つな。振りもうまいな、今。本当はって、だってもう3回言ったもんな、今、こいつ。なんか考えてんなとは思ったけど、お前。そんなかかってないから。強いなぁ。よし、行くぞ、タレコミ。あ、ちなみにさ、はい、大輝さん、どんな女性がタイプなの？あ、俺ね、なんかその、うん、すごい、なんて言うんだろう、大人な女性とか好きで。おー、何をもって大人なの？いや、なんか、まあ、なんて言うんだろう、その、ツンデレとかも俺結構好きなんですよ。なんか、みんなの前では、じゃあ、聞いてください。みんなの前では、ああ、なんかそれこそ、あんまり、なんか仲いい風に話してこないけど、うん、なんか、あ、二人になった時、めっちゃ甘えて来られるみたいな。俺もそれがキュンとするんですよね、めちゃめちゃ、うん、じゃあ大人な女性とかじゃない、もうツンデレな女性、ツンデレか。いやでもなんかその大人のなんつうんだろう、その色気とかもな、色気っていうのかな、うん、なんかあ大人っぽいなみたいなのを、なんかすごい好きですよ。あーなるほど。容姿的にね、容姿的に、うんうん、大人っぽくて、はい、だから要はちょっとさ、なんだろう、米倉涼子みたいなタイプの女性に。あ、いや、その通りなんですよ。いや、あのね、なんか、もう、大人じゃないですか、あれこそ。もちろん。あの、俺、ショートカット好きなんですよ。もうね、ベスト。ね、あ、もうこれ聞いてくれてる女性ファンの皆さん、ね、ショートカットのツンデレですよ、大輝は。多くなってくるから、ショートカットに結構あのパンサーとかで、あのショートカットの人が多かったらすごい嬉しいんですけどね。あ、私ショートにしてきましたよみたいなアピールしてきたらすごい。バカだな、ほんと。よし、ね、あとは岩波の行こうか。これなんだろうね、なんかあったらすぐあの股間を握る。お、なんかでなんかにめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、握りながら何かを主張するっていう、あの言ってんだけど、何そんな、何を主張してんの。ちょっとタレコミがすごいんだよな、結構ねディープまでいきますね。何これ事実なの。で、
そうですね、これ本当は事実じゃないって言いたいんですけど、握っちゃうの、なんで。いや、なんかね、癖なんですよ。お前、すぐ直した方がいい。いや、あのね、いや、もちろんその、いや、あれっすよ、普段は別に触んないですけど、その、サッサリ、そりゃそうだ。普段触ったらやばいやつですけど、プレー中、うん、うん。プレー中とか、なんか、プレー中っていうか、その、なんか練習とかで、例えば、遊びでリフティングとかのやってるじゃないですか、うん、遊びとかでリフティングしてミスしたりしたら、うん、なんかミスしたりしたプレー一回終わった後と同時になんかちょっとポンって触ってみたいな、なんか自分無意識なんですけど、それをタクヤ君にお前また触ってねみたいな出たタクな、タクのそういうの見てるもんな。そうなんですよ、なんかながらプレーって言われてるんですけど、そのなんか触りながらプレーしたりとかしてなんか、お前ながらプレーやめろみたいな、ながらジョギングやめろとか、なんかもうなんかそういうなんかめちゃめちゃなんかそういうのをつけてなんかめちゃくちゃ突っ込まれたりするんですよね。だからなんつうの、そのまあ牧野くんとか岩野選手とかはもうそういうとこすげえ見てくるんで、うん、確かにな、もう彼らはねそういうとこもプロだから。そうなんですよ、だからあんまそういう愛が、愛が見せない方がいいんですけど、無意識なんだよな本当に。やばいやつ、やばいやつ。そう、それはね、けどやっぱりな、直した方がいいよ、絶対。いや、でも、もちろんあれですよ、本当に、もう一回言いますけど、別に普段でプライベートで多分そんなことないですから。いや、これ見てくださってる方にね、そういうふうに思われたいなと、さすがにそういうふうに勘違いされたくないなと思ったんで。そうだな、確かにそれはね、それは勘違いされたら困っちゃうもんな、そこはな。そう。いや、すごいな大輝、お前、すごいぞ。マジっすか。いや、だってやっぱここまで、その、今、21ですね。21で、ここまで、喋れるって、はい、なかなかいないと思うよ。だって、うん、そんなにさ、パッパパッパ出てくるから、言葉もそんなに言ったら、まあもちろんチョイスはしてるだろうけど、はいはいはい、そんなに選んで喋ってるわけじゃなくて、ここまでパン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 出てきて喋れた。いや、お前、だいぶスターの要素を秘めてると思うわ。いやいや、でも、俺これね、めちゃくちゃ言われるんですけど、うん、こういう会話はもしかしたら普通にできるかもしれないですけど、なんかその、うん、インタビューとか、うん、そういうのになると、なんかいろんな選手からお前あれ何言ってるか分かんなかったよみたいな結構指摘されるんですよね。あ、俺その時何言ってるか自分でも分かんないなっていう時あるんですよ結構。だから俺そういうの下手なんだと思って。インタビュー中に？そうでも、オッケー、オッケー。ちょっとじゃあちょっとインタビューするね。あ、お願いします。じゃあ失礼します。今日見に来てくれた皆さん、はい、今日のヒーローインタビューです。はい、今日は決勝ゴールを決めたビートたけしさんです。バカ野郎、俺決めたい。バカ野郎、バカ、タンカバカ野郎。いいじゃん。いいじゃん。赤。いいじゃん。いいじゃんじゃないですよ。マジで。今良かったよ。すごく良かった。あ、これでいいですかインタビュー。うん、すごいちゃんと聞こえた。あ、本当ですか。うん。これいけるか。なんだいいと思う。なんか難しく考えちゃってたっすわ。そう、難しく考えすぎなんだって。でもなんかそんな真面目に言われて、真面目な顔でそんなに言われたら、えってなっちゃうんですけど。いやいや、いいな、とても素敵だよ。いやいや、もうお前、いや、俺マジでちょっと、今日びっくりしたな。これはびっくりした。まあもう時間が時間で、ね、もう練習も始まってるから。あ、そうですね。そろそろあれちゃんと聞くけど、はいはい、今後のね、はい、目標を聞かせてほしいなと。ちなみに、はい、俺の目標は、はい、滑らない話に出たいなと思ってんだけど。ひとし松本の滑らない話。拍手。ありがとうございます。すごいね、振りも分かりやすくてね、分かりやすくて。ありがとうございます。みたいだったんで。夢が一つ、誰が松本人じゃん、お前。若干嬉しいわ。嬉しい。今ので、もう夢叶いました。もう大丈夫です、これで。よかったですか？よかったです。違う。これじゃない。今後の、
そのサッカーでのちょっと目標を教えてほしいなと思うんですけども。はい。まあ、真剣にいきますと。真剣にいこう。うん、はい。まあ、僕はやっぱり、もちろんみんな思うかもしれないですけど、うん、やっぱり日本代表で活躍する。で、日本を代表する選手っていうのも、日本代表の中でも、世界の中でも、橋岡大樹っていうのを名前も、うん、いろんな人に知ってもらいたいし、うん、でやっぱりみんなが思うことかもしれないですけど、やっぱ海外で活躍するようなプレイヤーになりたいと思ってますし、で、まあ、それこそ来年控えてる、リオ、あ、じゃあリオじゃねえや、東京オリンピック、うん、オリンピックの、お前どこ目指してんのお前は戻っちゃう戻っちゃうで、東京オリンピックもやっぱり選出されて、金メダル取りたいと思ってるし、うんうんうん、でそれこそまた、次の年のワールドカップにも行って、でワールドカップでも、まあもちろんみんなできないかもしれないとかいろんな人言うかもしれないけど、うんうん、金メダル優勝っていうのをね、金メダルっていうか優勝をね、テレビを届けたいなって思ってるし、うんうん、それはでもなんでかって言ったら、やっぱ今までなされてないことっていうのをめちゃくちゃしたいなって思ってて、だって絶対に優勝したら歴史に残るわけじゃないですか、うんうん、でだから、それで言うとチャンピオンズリーグ、優勝っていうのも今一つの夢で、今それ日本人誰もやってないんで、その中で、うん、日本人初になりたいなっていうのは自分の中で思ってるんで、まあそれこそもう早い段階で A 代表に入って、うん、A 代表の顔になるくらい、頑張りたいなと思ってます。いやーお前多分ね、前世坂本龍馬かもしらんな。お、坂本龍馬まで行きます？おお、なんかそういうもうどでかい目標を持てるのって、うん、やっぱすごいわ。坂本龍馬並みか、ありがたいな。おいや、あるぞ、ある。でもね、でも俺すごい自分の中でも思うんですけど、うん、こういう夢とかっていうのをなんかこうやって口に出すのはめちゃくちゃいいことだなと思って、うん、それを結構閉じ込める人とか恥ずかしい、言うの恥ずかしいっていう人とか結構いるじゃないですか、うん、まあ、それが悪いことだとは言わないですけど、うん、でもやっぱりその夢になんかよく言うのは、やっぱり夢を口に出すとそれは叶うとかっていう、うんうんうん、でもそれってもうめちゃくちゃその通りだなってなんか思うんですよ、うん、だからやっぱり恥ずかしがらずに自分の夢をどんどんこうやっていろんなところでも発信していきたいし、でそれこそいろんな人にそうやって、あいつこういうふうに夢こう言ってたよなってなった時に、その夢を達成できなかった時に、あいつ結局口だけかみたいななるのはすごい悔しいんですよ、うんうん、だから自分を追い込む意味でもなんかいろんな人にこういうふうに言うっていうのは続けていきたいなと思ってます。今さ最後に夢は絶対叶うぜよとか、ちょっと坂本龍馬になってくれたら、やばい、ミスした、ミスしたで結局最後真面目な話から最後はそういうオチに持っていくみたいな、うわさすが吉本、さすが吉本、アウトデラックスにも出てたもんだって今日見てる、今日見てるな。いやいや、けど本当にそういうね、こういうエンターテインメント性もあるし、うん、ちゃんとそうやって自分の目標とか夢をちゃんとこうやって語れるっていうところは、はい、やっぱさすが牧野選手だと思った。もう満足ですよね。これでオッケー、オッケー。いやいや、けど本当に俺もファンになったし、これ見ておそらく浦和レッズじゃないサポーターが見た時に、はい、わ、こんなやついるんだってきっとみんな興味持ってくれたと思うし、ぜひ日本をね、今後日本を、はい、背負ってなんかちょっと戦っていってほしいなと思う選手ができたから、はい、よかったよ今日、マジよかったよ。いやいや、俺もよかったです。もうなんかめちゃくちゃこんな楽しくインスタライブができるのがすごい楽しいです自分の中では。いや幸せだったわ。いやありがとうね、マジで今日は。いやいや、ありがとうございます、本当にこちらこそ、うん、ありがとうございます。で明日の、はい、明日のちょっと友達を、はい、いいですか、じゃあ名前出してお願いします。同じチームの岩波拓也選手にお願いしたいなと。うわー、来たー、嬉しいねーこれ。いやいや、はい、来たわ。あいつずっとガヤで頑張ってくれたから、コメントガヤでこういう垂れ込みとか、今日だけじゃないのよ、もうほぼほぼあいつもうこのガクトモの準レギュラーでずっとたガヤコメントしてくれてて、絶対いつか出てほしいと思ってたから
あ、じゃあやっと出るって感じですか。そう、いや本当にそう、まあ今は緊急事態宣言解除されましたけど、まあ、徐々に僕たちも練習再開し始めてきて、まあ、今までの、まあ、うちに秘めてるストレスとか、気持ちっていうのを前面に出したいな、スタジアムで前面に出したいなと思ってます、うん、まあ、そのために今トレーニングを積んでるつもりなので、まあ、無観客っていう中ですけど、まあ、ダゾーンだったりで見てもらったら嬉しいなと思ってます。そして、うん、まあ、観客、サポーターの皆さんが入れるようになったら、絶対に、みんなに喜んでもらえるようなプレーをするので、ぜひ、スタジアムにその時は足を運んでください、これからもまた頑張ります。よろしくお願いします。おー、ありがとうね。はい、ありがとうございます。ありがとう。よし、最後の締め方は知らないね、お前は。知ってます。え、やばい、知ってるんだ。知ってますよ。オッケー、じゃあ、はい、最後締めよっか。はい、お願いします。いくよ、はい、今日のゲストはディズニーから来てくれたスティッチでした。ありがとうございました。うん、スティッチありがとう、みんな大好き。おはな、違う違うって、これじゃないって、これじゃないのよ。これじゃないの、最後まで振りくると思わなかったのよ。いや、最高だよ。しありがとう。行こう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 、はい、行こう。今日のゲストは浦レッズ橋岡大輝選手でした、はい、ありがとうございました、明日のゲストは浦レッズ、まあ、ついに来ました岩波拓也出てくれます。よろしくお願いします。 OK、 それでは締めましょう。皆さん、はい、明日も見てくれるかな。ガクトも OK、 ありがとう、ありがとうございます。大輝、ありがとうね。またね。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしく。はい、じゃあ失礼します。おい、はい、皆さんありがとうございました、大輝本当にありがとう。もうめちゃくちゃ楽しかったなと、そして、皆さんにねちょっとお伝えしたいことがあります、お付き合いください、J1 がね7月4日再開になりまして、そして J2、J3 は、6月27日再開ということで、最初はね無観客での、開催になるということなんですけども、それを受けまして、ガクトもね31日で、5月31日で、最終回を迎えたいと、思っております。思っておりますというか最終回を迎えます、5月31日で。まあ、もちろんまあ理由はもう皆さんね、分かると思いますけども、もう J リーグね再開が決まりましたんで、ここからはもう選手は、その皆さんにね熱い戦いを見せるためのパフォーマンスをねきっちり上げていくことが一番重要なことだと思うし、まあ、僕ももともとこういう期間にねいろんな J リーガーのからサッカー以外のこともね引き出して、そのサッカーのファンの人をね喜ばしてもらえたらいいなと思って始まった企画なんですけども、本当に多くの人がね見てくれたおかげで、なんだろう、本当に幸せなね幸せなインスタライブ僕も送れて、一つこれは本当に僕の生きがいでもねあったんで、僕もねめちゃくちゃ悲しいというか寂しいですけど、まあ、もちろんね、それ以上に選手たちがね、特にインスタライブ出てくれた選手もそうですけど、この期間にいろんなことを発信して盛り上げてくれた選手たちが自分のね本当の主戦場となるフィールドで今度は、4月4日そして J2、J3 は6月27日から皆さんに見せてくれるエンターテイナー、ね、サッカーというエンターテイメントで皆さんにそういう熱いプレー、このね、この期間サッカーできなかったっていう思いをぶつけてくれると思うんで、そこに向かってね、しっかりコンディションを作ってほしいなと思います。もちろんね、今後、もし近藤学と逆に俺の出てくれなんていうオファーがね、J リーガーから来ましたら、その時は喜んで、元気いっぱい出たいなとね、思ってますけども、31日最終回迎えるますけど、まだね明日も岩波拓也出てくれるし、あと31日も、まあ、僕が本当に最後出てほしいなと思ってる選手、出てもらえたらなと思ってますんで、最後まで楽しみにしていてください。よし、締めよう。もう一回締めようか。さっきスティッチが締めてくれたけど、もう一回締めよう。けど今日で終わりじゃないからね、明日、明後日あるから、みんな見てください。最終回、鉄次、マジで怖い。鉄次だけはマジで怖い。やめよう。みんなね、よかったら、最終回なんかは、友達をね、いや、ぜひ見ようよって言ってね、
見て、いただけたらなと思いますんで、あと2日間お付き合いよろしくお願いします。よし、締めよう。それでは皆さん、明日も見てくれるかな。ありがとう。